なでしこ版れいのとらではどうぞ失礼します今宵も一人のなでしこが己の野望を胸にとらへと挑む まずはご経歴をどうぞ。みやびひめ30歳長野県から参りました。最終学歴は大学、現在の職業はコスメショップでアルバイト店をしています。あなたが思い描く未来の姿は生涯アイドル、みやびひめという絶対価値へ。救急爆アクセサリーキラリを立ち上げてたくさんの人を救いたい。では、女性の未来に輝きを。 シャインワードゥーワッショーいまっしょーいワッショーいまっしょーい一番乗ってくれました、ね。いいっすね。ワッショーいまっし,しょーい。かつてみんな笑っていいのか分かんないみたいな話、ね。<laughs> 今日は私はなでしこ版の流れを買いに来ました。<laughs> これはおもろい。<laughs> え、やったおもろいいただきました素晴らしいですね。何にも何にも振ってないのにまだ。<laughs> もうちょっともうここら辺から本家通りそうな気してきたぞ。本当ですかいや、まだわかんないです。頑張ってください。ここから行きますよ。はい。簡単なご経歴をお願いします。大学卒業後、ホームセンター社員として、正社員として勤め上げて、その後、えー、転職を何回かしました。社労士になりたくて、まあ結局ちょっと慣れなかったんですけど、労務関係のお仕事ですね。えっ、ー、と、労災関係の手続きをしたりですとか、あと貿易事務の お仕事をしてちょっと英語のスキルを身につけましたが、そのタイミングで大きな病気をしてしまったのとコロナ禍で一旦離職をしまして、ちょっとニート期間を挟みます。その間にさらっと言っちゃいますけど閉鎖病棟に3ヶ月いました。で、えー、その後社会復帰を果たしてあの今アルバイトとしてですが働いている社員働いています。トラに求めるサポートは何ですか？本気の挑戦権と。 えー、300万の融資あと自己資金は100万ですそれではですね志願者の第一印象に応じてローズを花瓶に挿してくださいではどうぞあれ

前社長ってすごいなんかあれじゃないですか怖いあのえ怖いって <laughs> なんか応援してあげたい気持ちはあるけど事<あ>業としてね<あ>ちゃんと見ないとって確かにまあそうですねまあちゃんと見てきてるマークされてないマー <laughs> クされてるよブル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  <laughs> <laughs> 確かにこれね看護師の2人が入れてないってことはあのやっぱ閉鎖病棟が聞きましたかねこれね聞いたかもしれないですね <laughs> なるほどじゃあ今回ねちょっともうなんかすごいお元気そうですけどあの <laughs> いろいろ <laughs> 辛いこともねあったと思うんですねそうですね、まあ、ここまでの流れもうちょっととと詳細とあとは授業プランについて 説明していただいても良いですか。私はですね、もともと、あの、まあ、働きながら、あの、音楽活動をしていたんですね。で、メンタルを崩したきっかけというと、2019年に。大きな長野県で、大きなアニソンフェスがあって。それに出れるってなった時に、プレッシャーから。まあ、乖離っていう症状が出たんですね。乖離っていうのは、あの、まあ、体が。これ以上の危険に立ち向かうと、まずい。 っていうので、優待離脱みたいな症状が出てでそこからあの、まあ、働けなくなってっていう期間があったりとかしてなんとか社会復帰しようと思ってた時にいろんなその人に助けてもらって企業をしている人とか,なんか社長のつながりとかできて雇われるのもいいけど、まあ、あの事業を立ち上げてみないかっていうのでなんとなく起業をしたいっていう気持ちはあって。 ででこの機会に呼んでいただいてで私があの提案するのが救急箱アクセサリーというものであの、まあ、これがこれなんですけどこれでこれあの社長がくれたんですけどこう「開くみたいな感じで今日あ,のあえてちょっと何のお薬飲んでるかどうかとかちょっと個人情報になっちゃうので入れてないんですけど最初写真を入れるロケット。 にお薬入れてたんですよそしたら主治医が「それめちゃくちゃいいね」ってなって「あこれだ」と思って前の主治医が言っていたのが「頓服であったり「あ頓服っていうのは何か発作が起きてしまった時に飲むお薬あの頭痛いなって時に飲むお薬なんですけどそれを持ってることがあのすごくプラシーボになるっていうことですぐ服薬できる身につけられる。 まあそういう疾患を抱えてない人でもイブとか入れてもらってもいいですしそういったものを作りたいなと思って今回応募しましたのこのこ面白いですね、うん、面白いプランですね、うん、なんか経歴がちょっとまず笑っちゃったんですけど <laughs> なんでこの経歴だけ書いたの <laughs> いろんな、<れ>だってアイドル、地下アイドルとかもやってたのに、<れ> KOD22016 年末競争、文具部門第一 <laughs> とりあえず。めちゃいいやろ、これ。これ、オーラだろと思って <laughs>、あのー。なんか、しかも、私、あのー、その、入社してすぐ本社行きたいって言い切ったんですよ。そしたら、その当時の店長が鬼で行かしてやるって言って、もう入社して、 年年目の年末に一前、えー、でも営業力あるっていうよりも,もうサポートで発注しまくって売り場作りで攻めたのともし出演ができてたら書こうかなと思ったんですけど叶わなかったのといろんな立場もあるから。 変にあの書かない書かない方がいいかなと思って。なるほどね。それでまあ自分の中で輝かしい経歴だけ書いたってことですね。<laughs> 一番なんか。企業デイツーってマジで十年ぶりぐらいに聞きましたもんね。<laughs> 超懐かしいですよ。私初めて発したかもしれない。<laughs> しかも今の社名を。<laughs> D.C.M. グループに入っちゃってますからね。知らねえよ。<laughs> 知らねえよ <laughs> 全然知らない。<laughs> 知らねえよ。そんな知らんな。ブン部門っていうのがまたね文具とかけ離れた見た目なのかめちゃくちゃ面白いですよね。で、うん、全,全然プランとも関係ないしね。うん。あ,あ。 そうですね。これいいですね。これなかなか今後の志願者の参考になりなりませんね。<laughs> なりますなりませんね。<laughs> でも面白いですね。この、うん、要は薬を持ち運べるようにしてあのシリーズ化してやる道ですよね。そう。一番携帯しそびれるだったり、そのね俗に言うまあ ADHD の方とか飲み忘れちゃったとか。 あとその私が思うに、まあ、確かに病気っててもももののはマイイナスイメージはどうしてもつきものだと思うんですだけど私結構これを身につけてることによって「え可愛い,いね」とか言ってもらえたりとか疾患を持っていてもそれ自身も含めてあなたの魅力なんだよっていうことで身につけてもらえることで前向きになってもらえればいいなと思いますしそんな気持ちを込めて「キラリ」っていう名前を つけましたそれはどれくらいアンナアドバイザーズ株式会社代表荒木アンナ海外不動産投資黎明期先見の目を持ちいち早く事業展開を始めたパイオニア東京カンボジアを拠点に国内外でビジネス展開 YouTube での情報発信で取引実績は数十億円を超える新進気鋭アンナ社長タイガーファンディングに新しい未来を立て上げるそれはどれくらい オクセル入るんですかこれあのちょっと小さくしてこれ1錠入りますね自分の豚服が1錠入るんですけど自分が展開しようとしてるのはイブさんって普通に2錠だと思うのでもうちょっと平べったいようなちょっとあのサンプルを用意しサンプルというかそのなんか完全なものじゃないんですけど、うん、プラン外を補足見ていただいて、うん、au シリーズですね。 英雄シリーズは海外のコインから発想を得て、これが結構、そこにお薬が入るあ、はい、これ、あの、まだあの、これを立体的にして、パカッと箱型にしたいというか、な,なんかこれ、あの、モチーフが英雄っぽくなってるので、うん、でこれがフランスの効果ですね。うん、なんかこんな感じの手に。 ペンでメンヘラってて書いああるあちょっとあメンヘラなめるなんてうんう。あそうだな <laughs> なんんまじ <laughs> <laughs> メンヘラなめるなや。なるな今日はヤンキーとメンヘラの回で,です、ね。やべえなもこれだけはあの曲げないようにと思って。メンヘラなめるなね。そうです。これが少年シリーズですね。少年はゲームがあって。あ、そうですね。<laughs> ゼノっていうゲームで、なんか少年は唯一皇帝に勝てるみたいな、成り上がりみたいな。 ゲームがあってそっからを得ましたでこれが長袖着なくていいよバングルじゃないですけどこういうなんかいかついバングルつけたらかっこいいなと思ってあどこれ薬じゃなくて単純にそのリスカの後を隠すんか<ー>その逆にクソ目立つけどもうそう映像 <laughs> 病棟にいた時にリスカッコンのことをなんか他の患者さんが ある人に対して「えこのあの子かわいそうだよね」って言ってて「えかわいそう」なんかじゃなくて「この人はちゃんと懸命にこの世に行きとどまえるために戦った証なのにどうしてそんなこと言うんだろう?」って思ってなんかちょっとこうまあこれいかついですけどなんかまあ,あもうクロームハーツと変えていただいてへえ <laughs> そうですねシリーズー強さんかちっちゃいね入るかな 絶対入る。あ、頑張れば入りそう。入った。あ、いかついですね、結構。すみません似合いますね。長袖着なくてもいいよ、バングル。名前が可愛い,い。うん、商品ラインナップとしては、まあ、私も今着用して、うん、これを自分で作ったわけじゃなくて、あの私があのまあ SNS に繋がってこの子いいなと思ったこの作品なんですけど、<laughs> なんかあのとにかく。 散歩って本当にメンタルの安定に良くて地方とかでこういうのつけて歩いてるとなんかちょっと目立つじゃないですか、うん、あちょっとまあそれで近所の人気者ぐらいになってあのなんかあのね <laughs> そういうことそういうこと、うん、逆に逆にちょっとそういう小さなところから自分を認めていってあげたらいいんじゃないのってすごい私は思ってなんか疾患は 抱えてたりとかあと病んじゃう人ってハードルが高いって私はすごい思ってて完璧主義者が多い気がするそうですそうです、うん、だからなんかとりあえずもう可愛いものつけて外を歩,歩いてみたらっていうのでそれがお散歩用ヘッドドレスそうですね私が着用しているのはこれでガーゼを使ってあの作っていただいているものですね今宵のナダシコが提案するアクセサリー その個性的なラインナップに興味関心を示す虎の面々第一印象のバラは3本ここから胴馬を動かす私株式会社ホワイトナス代表坂本志保美 借金経営ゼロからの早上がり広告費をかけず事業を展開オルクリニック銀座本位を経営アートメイクブランドオルブローの全国展開から医療者向け教育事業まで自ら数多の著名人の専属看護師を務める生涯現役プレイヤーリトルナイチンゲーム精神で世の中の女性を輝かせる私えーとまあ えっと、まあ、精神のあれで入ってたっていうことなんですけど、まあ、えー、看護師なんですね。はいで。そういった方々を5年見てたことがあります。はい。で、やっぱり病院に戻って来られる方もほとんどで、できれば退院してからも自分のメンタルが安定するまでは、このヘッドとかもそうなんですけれども、うん、それちょっと東京向けかなと思うんですけど、<ー>地方とかなると、やっぱり難しいんですよ。なるほど。目立ちたくないし。 うん、自分に注目をされることが怖いなとか、やっぱり、そうですね、まあそこをまあ実際に今ここでこうやってプレゼンしてやってる、もう本当わ、わずかのわずかのわずかだと思うんですよね。 うそうですね。うん、閉鎖病と成り上がり。うん。な, <laughs> なんで、思ってることとか、まあ、実際にこう、ご自身がね、患者さんになったから、あの、気持ちっていうのも安定剤とかっていうのが、じゃあこれが全員に当てはまるかなんて分からないですよね。アプローチ方法とかっていうのが、精神疾患の方に、プラスプラスだけでいくと傷つける可能性が大きいから、うん、そこをどう伝えていくかがすごい課題なのかなと思ってて、はい、やってることは素晴らしいですよ。はい、患者さんじゃないと、経験してないと、 わからない気持ちなので、これは看護師でもわかんないかもしれない。はい、じゃあ、これを展開して、これを利益して、会社、あの全国に広めていって、利益出たもの。を支援していきたい。そうですね。ゲジョン人の方が、最近の事態になってしまった時とかに、生きづらットさんとか、ポンって出てくるんですけど。やっぱ N. P. O. 法人で、やっぱ、ボランティアでやってることだから、つながらない。なっていうのが、すごい思ってて、いざ、という時の、あのー。 メンタル的な保障ってすごいあの今の日本で追いついてないんじゃないかと思って、でも私は坂本さんみたいに資格があるわけでもないし、プロでもないからそんな突拍子もないことを言えないわけですよね。だからたくさんの人を救いたいとは言ってるけど、用意してきた資料がまあ,あのヘッドドレスもあれなんですけど、自分の一番のラインナップとしてはあのお守り要素のあの。 救急箱アクセサリーを身につけて、まあ、これ見てると和むな、じゃないですけど、なんかちょっと安心するなっていう気持ちを与えられたらいいな、とは思ってます。なんかそのストーリー性をどう入れて、どう販売していくのかっていうのが、少年シリーズとか、はい。心の闇を炙り出せ。7つの題材、なんかポジティブに書いてはくれてはいるんですけれども、はい、実際つけました。 安心するかどうかなんて、人によっては違う。キラキラすぎると。ああ<ー>、<の>ちょっと引いちゃうあ。引いちゃうわけじゃないんですよ。<っ>なんですけれども、ターゲット層が違うから、そこがどうなのかなと思ってますね。アイドルとかだったらいいかもしれないですね。 なんかそこを聞きたいなと思ってますね自分としてもこのビジネスプランが成り立つのかっていうのはすごく突っ込まれるところだなと思っていてまず例えばこのと服ぷく1畳でなんとかなるっていう層がどれだけいてっていうのはすごいニッチなところだと思うんですね。自分があの最初はあのなんか水族 感をあのイメージしたような癒しとかに寄り添ってたんですけど、デザイン心理学の本を読んだ時に、人っていうのはやっぱりどうしてもかっこいいデザインであったり、そういったものに惹かれるっていうのを見て、ガラッとコンセプトを変えたんですね。うん。尖りたかったところですよね。そうですね。今わりかしあのリバイバルじゃないですけど、あの昔ケ,ケラとか 「キャラ」っていう雑誌が流行ったかと思うんですけどそういう青文字系がまた来る極端なワードを使うと中二っぽいようなアクセサリーがまた来るって言われててそこを加味してまあかっこいいもの尖ってるもので印象に残りやすいものをあえてラインナップとしてこれで商売をしたいって思うんだったら株式会社20カンパニー代表渡辺泉 スキンケアブランドピンシャー創業原料にお金をかけ広告費は驚愕のゼロ円ヘアサロンふるさと納税と多角的に事業展開ラ天テンベストコスメ連続受賞のクレンジングケア洗顔のマルチクレンズはイルカ肌になると熱い支持を得る執実冒険かつビジネス戦略はたまらなく挑発的なでしこの未来に潤いを与える それで商売をしたいって思うんだったら、ちょっと尖りすぎてるかなっていうのが思ってて、<ー>やっぱこの今の会場でさっきあの見せていただいたアクセサリーが似合う人って何人いましたか？ってなった時にみやびさんしかいなかったんですね。万人受けしないってなってきたら、えっと売れる数も少ないですし、その分これだけのえっと収支の利益は出ないと思うし、そうですね。自分もあの月300。 こう売り上げるっていう体であのやってるのでそれは相当にあのもうあの綿密にううままくやらないいと無理っっててのは思ってます多分みやびさんが圧倒的な成功をした後だったらめっちゃ売れると思いますそだです閉鎖病棟から成り上がって圧倒的なもううつ病と戦ったすげえ人。 もうカリスマもううつ病の人はみんな憧れる人そういうぐらいの人になってからアクセサリーやファッションのものを出すんだったらみんなが身につけたいと思うんですけれどもまだそういうふうじゃないのでちょっとなんか段階的にどうしても無理かなっていうのがあ、でもまさにその通りで今日はインターネット売名やろうとしてまいりました <laughs> <laughs> まあでもさあの <laughs> デートラン出ただけで10万人は増えないよ。十分そ,<う> <YouTube> <laughs> そんなそ,、ね、そんな簡単じゃないから、そ,ね、そこはあれなんですけど、でもまあなんだろう。 そのレートラっぽくていいなって私はすごい思ってて多分普通にあの銀行とかに持っていったら絶対はねられるプラン100%あなたに融資する必要ないですよね跳はねられるプランだけどう、ね、なんかこういうなんか突拍子のないものがレートラで出てきてすごいバズったりもするからなんかすごい私は面白いなと思うんですけど何を多分ままずず売れるかかどううでですすよねそ一番最初は、はい、であのさっきの意見だったらそのもうちょっと万人受けするようなものを売った方がいいんじゃないかっていうこれも一意見として 間違いないと思うんですけどまず何をあの300個売ろうとしてるんですかこの今いろんなシリーズあるけど救急箱アクセサリーお薬が入るロケット型のアクセサリーを売りたい、うんうん、ですよねそれをじゃあまず売りたいんだったらまあ、今まだ確かに成功というか圧倒的な成功はされてないかもしれないんですけどまあそれでも私なんかすごいポジティブでどうしてそんなポジティブになったのかなみたいなのは超気になるんですね だだからこのたたりもううちょっとと話していただきたいきなと思うんですけど。ポジティブになったきっかけは、うん、まあ親が経営者というか親の圧倒的なサポートと、うん、どこに行っても私なんか「この子面白いよね」じゃないけど、うん、自分にちょっとずつ自信がついて成功体験を。 少しずつ重ねねることがでできたんです、ね、っていうのとやはり自分が一番ポジティブでいられるのは、まあ、音楽の力だと思っていて本当に音楽が大好きであのまた歌うんだっていうのでそれだったら何でも耐えられるっていいう気持ちででましたなんでこれを聞いたかっていうとそういうなんかそのストーリーからその購入する方たちに刺さるものがあるかなと思って聞いたんですよ。うんはい 全然関係ねえなと思って。確かに。むしろ裕福な生まれじゃねえかえ、そんな。親<が><の>ガチャみたいな,話なっちゃっからそんな裕福じゃないです。あの、もう本当に、もう、キリキリ。きりきり親に感謝してるってことですよね。そうです、そうです。親に感謝して、そ,その、まあ、親ガチャとかじゃなくて、か感謝して。 ますよ。むしろ親がちゃあ失敗ですね。母親バリバリ不倫してますし、不倫 <Yeah. S 2> <laughs> かい。不倫 <laughs> か。不倫 <laughs> か。不倫 <laughs> か。親と母親と縁切りますからね。マジで本当に。<laughs> カメラに向かって言ってましたけどね。<laughs> あんたとは本当に縁を切るんだから。<laughs> それは、ね、<laughs> <laughs> それはいいんだけど。えでも多分そういうところをこのなんかまあ、言っちゃえばニッチじゃないですか。はい、尖ってるじゃないですか。で尖ってるものがダメなんじゃなくて、尖ってるものを売りたいときはやっぱりこうストーリーが大事なんですよね。なるほど。でそのストーリーって そのまあ、共感してもらえるかっていうのってめちゃくちゃ大切で大体いいアクセサリーだとかその女性の経営者でこういうものを売られてる販売されてる方ってだい,たいなんかオンラインサロンだったりとかそこのクローズドなコミュニティを作られたりだとかして<ー>ここじゃないと買えない付加価値をつけてるんですよ買うことによって何がメリットなのかっていうのを商品を買うだけじゃなくてその方の話が聞けるだったりとかっていうのが さっきの話を私が聞いた理由で、はい、付加価値に何かできるものないかなと思って聞いてみたっていう感じなんですけど、はい、多分そこをもうちょっと共感できるような話とかきっとあるはずだから抜け出せてきた理由がねこれ深掘りしてみると、はい、もしかしたらもっといい商品になるんじゃないかなと思いました。事業計画のの甘さをを見抜くたち追い込まれる中盤戦この局面を どう戦い抜く次回、後半戦。なでしこの未来、輝きをつかめるか私音楽頑張ってて今後もやりたいんですって、その人たちからしたらどうでもいいですよね。